旬の魚がずらりと並ぶ札幌市手稲区のスーパー。鮮魚コーナーの中で今注目の魚といえば、こちら秋の味覚秋鮭が去年より3割ほどお安くなっています。去年は 100g あたり128円だった秋鮭が98円。道によると今月上旬だけでも前年比 1.5 倍を超える水揚げとなっていて、そのため価格も去年より下がっているといいます。イクラの醤油漬けにもぴったりなおいしい生すじこも今年は少しお安くなっているそうです。今日は 100g680 円のものもあったり、去年が1000円下回るもの少なかったので、去年よりは安いと思います。少しここ数年記録的な不漁が続いているサンマも去年よりは安くなっています。ただ燃料費の高騰などが響いて例年の安さには及ばないといいます。そのためこちらの店では大きさが不揃いな魚、いわゆる訳ありの商品を仕入れたり、 SNS を活用して宣伝費を抑えるなど、少しでも安く販売する工夫を重ねています。円安進んでるんで、冷凍物だとか干物だとかみんな軒並み上がっていってしまっているので、なかなか安いものって少ないんですが、毎日市場の方行って安いものをかき集めて、もうどんどん安く売ってるんで。一方こちらは道東の釧路町にある先方市漁港。先週金曜日にウニが水揚げされました。こういう感じ。今年は量は少ないけどいいものできるよ。去年は赤潮の影響で9割のウニが死に、釧路町だけでも被害総額は15億円以上に上りました。そんな被害があって以降、今回が初めての水揚げとなりました。去年は赤潮残ってたからね、もう水が真っ赤でもんで、今年はそういうことないから、まずは安心して。身入りはまあまあだけど、去年からいいと思うね。ここに見ても色もいいし。海の状況は少しずつ改善しつつあると見られますが、今年の春に放流した稚ウニが育つには4年ほどかかるため、地元の漁業関係者は無事に成長することを願っています。